ホーム伊勢崎長者町駅は、神奈川県横浜市中区長者町5丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は、B16。吉田川にかけられていた、橋名番を使ったレリーフ、横浜市都市デザイン室、横浜の歌戦後まで横浜市の商業の中心地であった伊勢崎町に隣接しており、横浜港開港時からの問屋街であった、長者町にある。 地下鉄建設に伴い吉田川が埋め立てられ、千秋橋があった場所に当駅が設置された。地上部には、館内駅から坂東橋駅に至る長い帯状の大通公園が整備されている。建設時の仮称駅名は長者町駅であった。これは、駅設置場所の町名を取ったものである。しかし青江美奈の伊勢崎町ブルースのヒットにより、横浜市議会で、 伊勢崎町駅にしようと、提案が上がり、正式駅名決定時に、近隣の有数な商業地でもある伊勢崎町の名前も、とって伊勢崎町社長とした。横浜市営地下鉄の表彰をかたどった、モザイクアート。横浜駅のものと違い、横浜市営地下鉄のオフィシャルカラーと、14号線のアクセントカラーの、全、色が使用されている。島式ホーム1面2線の地下駅。 かつてはこの駅が起点だったこともあり、板東橋駅側に渡り線がある。そのため、非常時及び臨時列車運行時には当駅で折り返し運転が可能な構造である。最近では2009年1月の終夜運転時に一度使用された。また、改札内に飲料自動販売機は設置されていない。当駅開業時は車両基地が存在しなかったため、 列車が3両編成だったことから当駅のホームを半分に仕切り、東側を伊勢崎長者町仮検査場に、列車検査場は上大岡駅の留置線を使用していた。また、第2期開業時までに上、長屋車両基地の完成が間に合わなかったため、仮検査場を館内駅の1.3番線に移設し、全般検査は上、長屋駅の西側高架部分と一部が完成していた。 上、長屋車両基地の16.17番線を使用した。1日あたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は16,734人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。伊勢崎長者町駅エレベーター、出入り口付近駅真上の伊勢崎警察署入り口、交差点伊勢崎町も参照。 駅南側には、山谷、鎌ヶ崎と、並び山、大戸屋街と言われる、小戸吹町、不老町がある。駅直上にある、伊勢崎長者町駅及び、国道16号上にある、長者町5丁目が、最寄りバス停。ありがとうございます。